今日はですね、世の富豪たちの悩み、どうして残念な2世3世が誕生するのかについてお話します。どうして残念な2世3世が誕生するんでしょうか。まあ、それまでの僕の人生の中でですね、この問いに答えられる方にただの一人もお会いしたことはありませんでした。で、雑誌を見てもインターネットを見てもですね、金持ち2代目の末路としてのお話はよく掲載されているんですけれども、状況を論じているだけですね、誰一人として明確な解決策っていうのを述べられる人はいなかったわけですね。けれども僕は幸運でした。長女15歳、次女13歳というですね、かなりギリギリなタイミングではあったんですけども、その難題に A から Z と根拠のある形で明確な答えを導き出されたお方と巡り合う、そして奥義を直伝いただくという形で啓示をいただく機会を得ることができたわけなんですね。それが大富豪ファーザー一族、増田宏さんだったわけなんです。そなたの常識に基づくとですね、経営者やお金持ちになることはですね、素質や遺伝というような単語で都合よく処理されてしまっているわけなんですね。例えば日本を代表する有名創業者さんたちの中でもこの問題は避けられないようなんで、まあ、例えばね、ホンダを1台で作り上げた本田宗一郎さんの話だとか、会社は個人の持ち物ではないと、で2代目に資質がなければ会社を継がせないとしてですね、実際に継がせない決断をした経営者ですよね。あとはファーストリテイリングの柳井氏、子供は役員にするけど社長にはしないとはっきりと述べてますよね。で、共に大事なこととしているのは、親が子供の適性を見極めることであって、経営者としての資質が子供たちに遺伝されていなければ継承しない決断をする明確な指針を持っている部分が共通してますよね。で、日本人であれば誰もが知る有名な創業社長であってですね、お方々がこういうことをもっともらしく言うとですね、うんうん、なるほど、うちもそうしようみたいなね、世の中のこの社長たちがうなずくこの光景が目に浮かびますよね。で、僕自身も実際はうなずいていた側の一人に過ぎなかったわけなんですけども、まあ、でもですね、この増田宏さんから経営承諾の直伝を受けてから、こうしてお方々の発言を改めて見てみるとですね、単に子どもの教育を放棄した自分を正当化しているようにしか聞こえないわけですね。その成功イコール幸せは人それぞれであって、偉大なる創業社長さんたちも人間なのですから、まあ、彼らの成功イコール幸せの中に子どもの教育とか継承がなかっただけとも言えるんで、当然誰がどんな考え方を持っていたとしてもですね、自由ではあるんですけどね。もう結局富も権力も手に入れてもですね、肝心要の家族の中の子供たち、それを語るときに自分を正当化させることしかできない状況、これは本当に寂しいことだなというふうに僕は個人的に感じてしまうわけなんですね。で、経営者としては1代で大金持ちになれてすごかったけれども、その膨大な富を費やしたとしても家族の成功イコール幸せを手に入れることができなかった、まあ、そういう試合で勝って勝負に負けたようなね、お金に勝って人生に負けた的な、この敗北宣言をしているようにしか僕にはどうしても聞こえなくなってしまったんですよね。会社は個人の持ち物ではないだとか、子供は役人にするけども社長にはしないだとか、そう語っているお子供の顔には眉間にシワが寄っているただろうし、胸の奥にはね、使えたものがあったと思うんですよね。で、決して成功イコール幸せな表情をされていなかった、これだけは確かなというかなと思うんですね。日本では隅々まで見渡しても自分だけ成功的な創業社長しか見当たらないんですよ。だからどうして残念な2世3世が誕生するのか、実はこの部分がお金持ちみんなに共通している闇の部分とも言えるわけなんですよね。お金はあってビジネス投資を論じている時には覇気に満ち溢れて勇ましいんですけども、2代目3代目のことを聞かれた瞬間にどこか寒い空気がね、流れてしまうみたいな。お金はどれだけたくさんあっても残念ながらですね、1円たりともあの世に持っていくことができません。で、膨大な土地を資産として所有していたとしてもですね、百座頭分のサイズの権利さえあの世に持っていくことはできないんですね。で、結局彼らお金持ちだとか成功者と呼ばれる方々がお金で得たものは何だったんでしょうかね。確かにこの人生の成り上がりの部分だけをね、ここだけを切り取って物語にしてみると大成功者ということになるんでしょうけれども、ナポレオンその後的なお話と同じでですね、結局輝ける瞬間以降一族がその後ね没落していく類の物語とも僕個人的にはね見て取れてしまうわけなんですよね。果たして彼らは本当に成功イコール幸せな人生だったんでしょうか。あなたはどう思いますか。